はい、マチカミの商品レビューです。今日紹介の商品は、ミニのチェンジングバッグ、小さいチェンジングバッグですね。これは大きいやつもあります。こちら大きいサイズですね。サイズ的にはですね、このサイズになって比べるとこれくらい違います。まあ、大きい方は2回変えることができるので便利で、これレビュー動画もありますのでまた別にご覧ください。小さくてもですね、できることは同じというか、1回だけ変えられる道具となっております。またこちらの方ですね、ジッパーついておりますので、ちゃんと中に何もないよと改めることもちゃんとできるようになっております。簡単にしますと、1回ハンカチを中に入れて引き上げるところが消える、もしくはないところから始めて魔法をかけて出てくるとか、出現ハンカチじゃなくてもいろいろ使います。例えばロープなんかを入れても結構です。この状態で見せて白いハンカチを中に入れます。一回魔法をかけるとこれが赤いハンカチに変わってしまう。あとは紅白のハンカチを中に入れて寿のハンカチに変わる、祝いのハンカチに変わるとか、そういう使い方もあります。今日はミニタイプのチェンジングバッグの紹介でした。